諸君らに話しておくことがある。ポートガス DS、 この男が今日ここで死ぬことの大きな意味についてだ。イエス、お前の父親の名を言ってみろ。俺の父親は白ひげだ。違う。違わねえ。白ひげだけだ。他にはいねえ。当時我々は目を皿にして必死に探したのだ。ある島にあの男の子供がいるかもしれない。サイファーポールのかすかな情報とその可能性だけを頼りに、生まれたての子供、生まれてくる子供、そして母親たちをくまなく調べたが見つからない。それもそのはず、お前の出生には母親が命を懸けた母の意地ともいえるトリックがあったのだ。それは我々の目を、いや世界の目を欺いた。サウスブルーにバテリラという島がある。母親の名はポートガス・ディ・ルージュ。女は我々の頭にある常識をはるかに超えて、子を思う一心で実に20ヶ月もの間子を腹に宿していたのだ。そしてお前を産むと同時に力尽き果て、その場で命を落とした。父親の死から1年と3ヶ月を経て、世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供、それがお前だ。知らんわけではあるまい。お前の父親は海賊王ゴールド・ロジャーだ。2年前か、お前が母親の名を名乗り、スペード海賊団の船長として卓越した力と速度でこの海を駆け上がっていった時、我々はようやく気づいたのだ。ロジャーの血が絶えていなかったことに。だが我々と時を同じくして、それに気づいた白ひげは、お前を次の海賊王に育て上げるべく、かつてのライバルの息子を自分の船に乗せた。違う。俺が親父を海賊王にするためにあの船に。そう思っているのはお前だけだ。現に我々が迂闊に手を出せなくなった。お前は白ひげに守られていたんだ。そして放置すれば必ず海賊次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。インペルダウンに捕らえられていたクロコダイルとジンベイを新たに味方に加えたルフィたちは、所長マゼランの追撃を振り切って大監獄インペルダウンからの脱出に成功する。一方、エース公開処刑の準備を進める海軍本部マリンフォードでは、3人の海軍大将を筆頭に今考えうる最強の戦力が結集していた。エースは白ひげ海賊団の2番隊隊長であり、白ひげエドワード・ニューゲートは今海賊王に最も近いと言われる大海賊である。家族よりも深い絆で結ばれた白ひげ海賊団がエース奪還に動くことは明らかであり、そうなれば海軍と海賊たちの衝突は避けられない。高くそびえる処刑台の上で運命の時を待つエース、そして海軍本部元帥戦国がこれから始まるであろう戦争の意義を語り始めた。まさか湾内海底に影が。
モビーディック号が来た。白ひげ、うららららららら、何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うらら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 ら、ちょっと待ってな、エース。親父、勢力で上回ろうが勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。うららららら。アイスエイジ、青キジ、若造が。久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか。これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ、おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。行くぞ、おっさん。足引っ張るなよ、放ったれ。たき様の家族だぞ。また会えるとはね。来るな、フミ。分かってるはずだぞ。俺もお前も海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。前に立ち入られる筋合いはない。弟だ。俺の。うららららららら。道は開けたぞ。おめえのやりてえようにやってみせろ。エース、今行くぞ。じゃあ。処刑台には近寄らせんぞ。何をしている。その男のバカ、未来の有害因子。幼い頃エースと共に育った義兄弟である。その血筋は革命家ドラゴンの実の息子だ。もう隠すようにもないがい、我々はすでにそんなレッテルをものともせぬ日本物。己やめぬか。わらわの愛しき人に手出しはさせぬ。行こう、ハンコック。はい。
してくれたのか。両思い、はい、また僕と呼んでくれた。ハルディ、何としても食い止めろ。ゴムゴムのナイフ、あれくらいで俺を止められると思うなよ。よくもわらわの愛しき人、伏せよ。
者を突き立てるとは、とんでもねえバカ息子だ。バカな息子をそれでも愛そう。忠義心の強いまっすぐな息子の心を闇に引きずり落としたのは誰か。衰えてねえな、戦国。見事に引っかき回してくれやがって。ここで何してる麦わら。狙いはずっと先だろうが。バルハ、すぐに行く。邪魔な奴らぶっ飛ばしたらな。バルハ、もはやお前を助ける義理もねえが、大軍が喜ぶ顔も見たくねえからな。これ以上海賊どもを抑えきれん。門を開けて交代しろ。やった、これで抜けられる。ありがてえ。麦わらのルフィ能力は技、そこにいる者たちを次々に自分の味方につける。最も恐るべき力をあの男は持っている。海賊なら信じる者はてめえで決めろ。俺と共に来る者は命を捨ててついてこい。やつに繋げ。息子ども、エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。構えろ、暴れだしたぞ。世界最強の男が。地面が傾く。地面が傾く。地面が傾く。始めろ、赤犬。
星火山。マグマだ。これが溶けて海に戻っちまうぞ。広場への道がなくなっていく。作戦はほぼ順調。これより速やかにポートガス・ディ・エースの処刑を執行する。エース、死ねと、あいつらもうエースを処刑する気なんだ。ルフィ君はあのマスト、あとはわしを信じてほしい。分かった。あらら、とうとうここまで。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いねえ、この若さ。エース返してもらうぞ。
黒物をスタンプガトリング、いやセカンド、遅いな。お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。もこんなところまで来たもんだ。お前たちにエースは殺させねえ。まああれだ、せっかく来たんだし相手してやらないのは野暮だわな。仕方ねえな。頼むの愛しかけ。疲れた。場違いなルーキーと思えばこりゃなんとも。そのしぶとさはじいさん譲りってわけかな。じいちゃんは関係ねえ。アバランチ、俺は俺でお前を倒してエースを助ける。あららら、本気で勝つとはね。いいな、そりゃまた面倒だ。仕方ねえか。いくぞ、ゴムゴムのライフル。お前たちの所業の数々は知っていた。いずれ消さなきゃならんとは思っていたが、行くぞ。まさかこうも短期間に成長すると。お前ここで死んでおく。死んでも俺はゴムゴムエースを取り返す。ライフル、よっよっ、アイスタイム、アバランチ。おっとっと、アイスはアバランチ。マジか。あらら、度胸だけじゃねえ麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。エース、エース、それ見たことか。だから言わんとふっちゃなしべる。息はあんの麦わらボーイ。イワちゃん、離せおっさん。俺はこいつはもう十分やった。手当てを。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカ好きだぜ。